一番乗り。逆のことじゃないと思いますから、シンプルな引っ張られてさ、相手がさ、で、あのライン感でサイズに、うん、よし4回で開いて、あと太阳 go go go
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Junkie. Happy birthday to you. ジュンキ君にあげてちゃんと。めっちゃ見たい。これ大丈夫？刺さんなかった？あのジュンキは可愛い娘さんがケーキを楽しみに待ってた。買ってください。残さず食べてください。世間一般じゃなんかイニエスタの誕生日で騒がれてたけども我々にとっては純喜です。はい、昨日34歳になりました、まあ、20代で、まあ、キャリアハイ6点だったんですけど、まあ、ベルディに帰ってきてこの2年半弱でまさか30点以上取れると思ってなかったので、まあ、本当にベルディに成長させてもらってるなと思ってます。で、まあ、今、まあ、思い描いてるような順位じゃないですけど、まあ、これまで16年プロでやってきて、まあ、最初レッツでスタートして、まあ、それ以来ずっと J2 で10年以上やってきて、まあ、もう一度 J1 に戻って、まあ、再スタでレッツを倒したいっていう、まあ、一つの夢があるんで、まあ、今年のチームで、まあ、みんなと昇格して来年その夢を叶えられればいいなと思っています。まあ、ここからみんなで一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。まずは34歳おめでとうございます。34歳になっても、夢を持ち続けていることは素晴らしいなと思うので、まあ、自分も純喜君をもっと見習って、このチームに役に立てるように、頑張っていきたいと思います。常に僕の前に立って、僕を引っ張ってください。ありがとうございます。相方いいな。相方相方もじゃあ一応相方じゃあ、はい、回ってます、はい、カメラ回ってます。カメラ回ってます。過去にもその30代でキャリア入ってますけど、まあ、ずっと、近くで見てきたんですけど、まあ、ずっとやることは変わってなくて、まあ、ただそれの結果が、30代になってついてきただけだと思うんで、今の僕もそうですけど、今の若い選手とかも、目先の目標じゃなくて、
こうやって30歳になっても、成長できるっていう姿になれるようにみんなで成長して、言ったように J1 昇格しましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ボンの締めよう。締めろ。締めます。あ、ケーキを。大丈夫だった？これ釘入ってなかった？